気が感じる気が感は、静岡県出身の経済学者、政治家、法学博士、慶応義塾大学経済学部長、学児顧問、衆議院議員、静岡県浜名郡都政村の農家、三脇に生まれる。19歳まで農業に従事した後登場して、1895年に、慶応義塾大学部文学科を卒業し、翌年普通部教員、1898年に、 理財科教務主任となる。1899年に、慶応義塾が行ったドイツ留学派遣の第一期留学生として選抜され、ゲッティンゲン大学、ライプツィヒ大学、ベルリン大学で、経済学者、カール・ピュハー,ー及び財政学者のグスタフ・コーンらに指示し、ロンブンダス・バンクウェイソン・ジャパンズにて、博士学位を取得し、1903年に帰国した。帰国後は、 慶応義塾に復帰し、法学博士の学位を受けて1922年に専門部部長、1926年には経済学部長に就任。学外では社会政策学会に入会し、中心メンバーの一人として長く活動を続けたほか、1920年に行われたワシントン国際、労働会議政府代表として出席した塾長、 か田英栄吉に顧問として随行。第13回衆議院議員総選挙にて、静岡県軍部区から選出されて当選し、立憲政友会に所属。衆議院議員を一気務めた。ついで文部省に招聘され高等文官試験委員となり、その他、米下審議会委員などを歴任した。経済思想では、特にドイツとオーストリアの経済学の導入、農業問題、 農政を最重要視したことから農学者とも言われる。親友事件で東京交渉の松崎倉之助校長と対立し一時、慶応義塾に移っていた福田徳蔵などの面倒を非常によく見た。ありがとうございます。